はい、皆さんこんにちは。大橋デッサン研究所の大橋です。初心者デッサン講座、水彩編ということでね、今日は、この玉ねぎをね、描いております。こんな感じですね。ごく普通のね玉ねぎです。で、今下書きをねしたところですね。こんな感じになっておりますんで、ぜひともね参考に、水彩の部分だけね、解説しながら描いていきたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ちょっと置き方をチェックしますね。一回外しようとね、ではね、下書きなんですけど、かなりね、やっつけるだけやっつけとくといいですよね。初心者の方は特にね、この時点で、すごいいいと思ってない限り水彩をやっても絶対良くならないのでね、なるべく丁寧に、なるべく、トーンをつけずにね、薄い状態ですね。これ、F しか使ってないです。 F1 本でずっと描いていく感じですね。で、床のこともしっかり、かなりやっつけておくといいですね。もう完成度を出して、もうこれでやめちゃってもいいんじゃないかみたいなところまでね、後でこうシワが入ってくるますけど、シワのことだとか、こういうめくれてるところですよね。で、玉ねぎね、ちょっとあんまりツンツルてんだとね、表情がないんで、少しめくってあげたりするとね、表情が出ますよね。あと、この、もじゃもじゃしてるのとか、このなんかストライプ柄みたいなのもね、ある程度、鉛筆でやっとくと、断然ね、有利ですので、鉛筆でもうね、細かいのは鉛筆が得意なんで、あと、鉛筆は消せるのがね、利点なんで、鉛筆でもう、かなり軌道に乗っけちゃうと、乗っけておくとですね、水彩が楽なんで、いいかと思いますので、なるだけね、いい形を取ってね、いくといいですよね。デッサンと同じなんでね、ここはね、鉛筆デッサンができれば、水彩も半分はできたようなもんだってことです。じゃあ、またね、影の色からスタートしていきますね。固有色ではないのでね、間違っても固有色を入れちゃったりしないようにして、影の色をなんとなくね、チラチラチラと入れていきます。前回人参をやりましたよね、確かね。なんで、あれと同じような感じですね。原則何を変えてもね、同じです。あと、デッサンでも、水彩でも基本的には同じです。今、全然見えないでしょうけど、緑っぽいのでやりました。で、このグレーっぽいのでやりますね。ちょっと口で、色を解説してもあんまり意味ないので、いろんな色をね、前回の人参と同様にいろんな色で、影の色として描いてる感じです。なんで、ここも同時にね、これ床の影なんで、ここも同時に同じ色を使って描いていってます。ここで共通の色が入ってることで、これが影なんだなって感じ、ことをね、第三者は認識していきますので、これが影なんですよっていうふうにね、この色を影として、見てくださいよっていうふうにね、やって、ちょっとこういうのがちょっと思いましたね。今ちょっと、絵の具がついちゃいましたけど、青いのでやってます。ちょっと今引っ掛けて茶色いのが拾っちゃいましたけどね。で、もうできてるんでね、鉛筆でこうやってやっとくとですね、そのままね、あとは、そのまんまやっていけばいいですよね。そのまんま一段濃くしていってあげてってことです。で、少したくさんやったところは鉛筆が少し溶け、ここもそうですけどね、溶けますんで、結構つくんでね、なんか自分で思ったよりついちゃうもんなん で水彩の場合はこうつけすぎちゃうと、取れないですよね。鉛筆デッサンと違ってね。鉛筆デッサンだったらこうなんか全然つけすぎて、ね、でまた取ってって、どっちかというとつけすぎた方が良くなるんですけど、水彩はそういうわけにはいかないので、水彩に入ったらね、ちょっとつけすぎに気をつけてね、やってあげるといいですよね。少しずつ少しずつね、やる感じです。でね、まずはね、びちょびちょになっちゃうんでね、びちょびちょになっちゃうんで、びちょびちょにしないように、細い筆でね、やるといいですよね、心配ならね。で、慣れてきたら太いタッチも入れていけるようになるといいんですけど、最初から太い筆でやったりするとね、大概ね、うまくいかないですからね。細い筆でうまく描けるようになったら、太い筆にしていった方が、たっぷりするし、豊かな感じになるんでいいんですけど、最初は鉛筆デッサンからね、特にスタートしたような人は、細い筆を使って鉛筆だと思ってね、色鉛筆で描くような感じでやっていきます、ね。あと、色鉛筆で描いていってもいいですよね。これは同じことなんでね、色鉛筆でやっちゃっても、いいかと思いますので、よかったらね、色鉛筆でやっていってください。これ、色鉛筆的な感じでね、やってきてますよね。
でね、玉ねぎは結構淡いんで、あんまり人参の時みたいにガンガンつけられないんでね、気をつけて、まあ、ここは陰ってるよねってところですよね。うん。まあ、ここは陰ってるよね、ここは陰ってるよねってところを、まあ、ちょっと色を変えながらですね。うん。ちょっとオレンジっぽいのでいきましょうか。うん。で、あんまりね、黄色っぽいのとかはね、入れない方がいいですね。玉ねぎ黄色っぽいんですけど、黄色っぽいのとかをあんまり、調子に乗って入れないようにして、まずは影の色ですね。ずっと影です。今、まあ少しこっちの右上から光浴びてるんで、まあ右サイドみんな暗いですよね。ここは暗いんで、まあ、どんどんこれを送ってきますね。あともちろん床ですよね。右サイドの方が暗い感じ。まあ今画像で見てるとほとんどわかんないと思うんですけど、まあ徐々に徐々にね、暗いのが進んでいく感じですね。まあ右サイドですね。これもまあ右サイドがみんな暗いんで、右サイドをどんどん影の色を上ってきます。ここを上向くんでね、気をつけて。玉ねぎなんでここが立ってて、ここで上向いてまた立ってきますよね。あとか、まあ皮がめくれてるところは裏向いてるんで、皮がむけてるところは暗いです。あと皮のむけてるところの影ですね、ここら辺のね。まあむけてるところの着地の影はすごく重要なんで、まあここはね、鉛筆でしっかりね、送っていくところですね。これもそうですね。ここの向けて影が出るところです。これも色数を積みたいんで、あんまり同じ色で何色もやったりしないことと、ぶつけると抜けるんで、抜けたこっち側の暗いところがね、忘れずにやる感じですね。まあ少し起きてて明るいとこ、後でちょっと解説しますけど、この明るいところは十分ね、抜いといて、真っ白けになっちゃって構わないんで、やらないでおいてください。後で白い絵の具で何とかすればいいっていう人は上達しませんのでね。 で、描ける人が白い絵の具で、こうやって描ける人が白い絵の具でさらに上手に描くっていうのはできるんですけど、失敗しちゃったのを修正液みたいに白い絵の具で直そうとしてもできないのでね。まあ、まずは白い絵の具を使わないでもできるように、まあ、要するに透明水彩なんですけどね。白い絵の具を入れると不透明水彩に変わるんで、まあ、上手なね、日本画の着彩とかやってる人は、まあ、両方使うわけですよね。不透明絵の具と透明水彩とね、併用して描いている形になります。なんでそれはちょっとね、上級者向きなんで、まずはね、透明色限定にして白を混ぜないで、透明色と白の、混ざってないです、白出さないでいいんでね。白禁じ手にしといてやってあげるといいと思います。ちょっとずつこういうのにしていきますね。で、まあまあ下半分ですね。左上の方は明るいんでやらない感じですよ。逆に、こっち側の立ってる方とかは、まあどんどんね、ここだけ明るいんですけどね。まあこの立ってるところ、まあ向こう側も暗いんで、向こう側も暗くしていきます。で、そうすると、まあ前回もやりましたけど、少しね、こう膨らんでくるんですよね。わかりますかね。ちょっとこう膨らんでですね、ボコボコってなりますね。膨らんできたらちょっとね、前回も言いましたけど、ちょっと早いよっていうふうに、絵に言われてるんでね。あ、ちょっと早いなと思ってね、ゆっくりにしてあげるといいですよね。まあ一段こういうのでもいいんでね、少しゆっくりにして、あんまりこう、ね、ここら辺までちょっと膨らんできたら、まあまあ慌てずにゆっくりね。まあなんなら一回休んじゃってもいいです。まあゆっくりね、やっていくといいですよね。今ね、ちょっと絵に早いよって言われちゃったんでね。 そうですね、最初はね、薄いの使うんで結構びちょびちょになりやすいんですよね。なんでちょっと、あ、早かったかなと思ったら、こっちの方のね、床を念入りにやってあげるとか、ゆっくりね、やってあげるとかっていうふうにすればいいですよね。あと、まあちょっと乾いてそうなところをやっていってあげる感じです。まあデッサンもそうですけど、鉛筆デッサンもね、そうですけど、この前半戦の方が難しいので、後半戦は難しくないんでね、前半戦の方が難しいんですよ。で、前半戦が、描ける人と描けない人が大いに違うとこなので、なんか上手に描けないなって人はね、この1のね、この動画の方を、前半の動画の方を、ね、気をつけて、見て、差をね、ああやってやってんなって感じね。まあ、これ例えばですけどね。まあ、ああやって組み立てて、出始めね、組み立ててんだなっていうか、なんか塗っちゃったりはしてないですよね。あと、まあ、かなり慎重にやってます。薄くね。もっと全然濃くできますよ。もっと濃くできるんですけど、まあ、
全然自分が濃くできるよりも、コントロールできる濃さに設定してる感じですよね。あんまり慌てて、濃くしないようにして、まあ、これぐらいだったらもう余裕でつけても大丈夫だろうってぐらいな設定にしとくと、色数も入るしね、いいですよね、で、まあ、たくさん色数をね使ってってください。いろんな色をね、じゃあちょっと青緑みたいのでやりましょうかな、まあ何でもいいんでね、何でもいいですよ、でまあうまいことね、この白いところとか、白いところは乾いてるんで入ってないところなんでね、白いところに、1回ずつですね、まあ、これ2回ずつやりたくなっちゃうんですけど全部1回ずつですね、でここは立ってるんでここは一応みんな暗くしちゃっていいですね。こう立ってるとこね、ここもね割とてっぺんまでほぼ立ってるんで、ちょっと1回入れちゃいますね、ここもみんな立ってるんでね1回入れちゃいましょう、で立ってるところは暗いんでね、まあ、ここも結構オレンジなんですけど今青緑で入れてますけどね、立ってるんで、まあ、立ってるとこは陰ってますよってことですよね、まあ、手もこうやると陰りますよね、こう上向くと明るくてこうやってくると陰ってくるんで、こう立ってるとことかオーバーハングしてるところは、まあ暗いよねってところですね、これをねずっと説明していくといい感じです。だからこれも下向き面ですね、下向き面に入ってきたら暗いよっていうのね、まあいよいよねこれ分かりやすく説明していきますね、ここから下向き面ですよって感じです。で今日は玉ねぎなんで割とつるっとしてますよね、なんで、つるっとした感じで、描いてあげるといいですね。今緑が効いてきましたよね、でちょっと緑がうるさいのになったらでちょっと 赤っぽいのでいこうかなとかね、まあいろんな色でね描いていってあげて、ちょっとこの赤っぽいのでなんかね色が偏るとつまんなくなっちゃうっていうかその色に見えちゃうんでね、固有色に見えていっちゃうんでなんとなくカラーな感じですよね、影の色でね、少しこうなんか緑が効いたなと思ったらまたこうやって影の色を入れると、とまあだんだんこう白い、玉ねぎっぽくなってきましたよね、まあこれは前回の人参と同じです。まず白い、物体を描いちゃう感じですね。白い玉ねぎを描く感じ。白い玉ねぎに。そうすると、白い玉ねぎを描くイメージでやってあげるといい感じです。白い玉ねぎができてきたら、だんだんね、それを玉ねぎ色にね、着色していけばいいですよね。こんな感じでだいぶねだいぶ膨らんでますけどね、まあこれぐらいは大丈夫ですよ、まあ膨らんでるってことを認識してれば大丈夫です。ちょっと今早いんだなと思いながらね書いてってください。まあこれ以上膨らませないように気をつけてね。じゃあちょっと着地を止めてきますね、もうね、着地のところを、まあこれも鉛筆さんと同じですからね、根元から引っ張り出してきてあげて着地を決めていきます、まあだんだん根元ほど濃いのを使ってね、今黄色っぽいのでやりましたけどね。ピンとこんだから。今黄色っぽいのでやってに、グレーっぽいのでやりました。じゃあ緑っぽいのでやりますね。っていう風にね、これぐらい色をちゃんちゃかちゃんちゃか変えていっちゃっていいですよ。どん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 色を変えて、ここはカラフルな方がいいんでね。いろんな色で、だんだんこう引っ張り出してきて、だんだん輪郭線をなくしていく感じですね。緑が効いたなと思ったら次の色です。じゃあオレンジっぽいのでやろうかなとかね。まあ何でもいいですよね。今ちょっとオレンジっぽいので。でこれでまあ引っ張り出してくる感じですね、まあここはだいぶ暗いんでね結構いっちゃっていいですよね、これぐらいいっちゃっていいかなって感じね。とりあえず輪郭線が消えるまでは結構やっちゃって大丈夫です、こんな感じですね。ちょっと近くでやっていきましょう、結構ねこんな近くでねやってる動画はなかなかないと思うんでね参考になると思いますよ、でね、この床がいいと、デッサンの時もね、そうでしたけど、床がいいと、床の色が綺麗だったり、床の、
影の描写がリアルだったりすると、あの本体もねよく見えてくるんですよね、うん、なんで毎回デッサンの時にもやってきましたけどね、うん、まあ、あの初心者デッサン講座をずっとねあのやってきた人はもう大丈夫ですよね、うん、知ってるみたいな感じでね、うんうん、だいぶね、あとはこっちに来たらね薄くしてください。もうなんかこう心配になるぐらいね、うん、これでついてんのかなみたいな感じね、もう汚れたね、あの水のねバケツの汚れた水で描くような感じでいいですよ、うん、それで、こう描いてる、うん、でも最後は水で描いちゃってください、うん、これ今水です、うん、最後はね水で伸ばす感じね、うん、でこう薄くね、うん、こっちに伸ばして、これがね効くんでね、うん、この最後ね境目なくねやってあげる感じですね。本物よりこうぼやかす感じです、うん、ね、こんな感じです、はい、でちょっと右側にもね溜めていって、まあ右側の方がメインのね影なんでね、うん、まあ、こんな感じでねちょっと七色みたいになってると、綺麗ですよね、うん、ちょっとこう綺麗な感じにねしてあげて、で根元の方はねちょっとカラフルにしてあげるといいですよ。でね、薄い影はねあんまりね色使っちゃうとね、なんか色使ってるのがわざとらしくなっちゃうんで、薄い影の方はちょっとグレーに抑えた色ですね、うん、でも最後の水あの薄くてもう見えるか見えないかみたいなやつはもう本当にグレーでやっちゃった方がいいです、ここら辺のね、うん、まあ、あの色を入れてももちろんいいんですけどね、あのグレーにした方があの目立たないってことね、このスムーズさが出せる稼げるんでね、うん、まあスムーズにしたければちょっと収まりのいい色にしてあった方がですね、最後はね、でここら辺は飛ばしていいんで、よく見たらもう結構な色がね入ってんだなって感じになった方が、あのキラキラね色がねあの見えてきます、うん、でこれでだいぶねぶつけると、まあ、白く抜けますよね、うん、なんで白いねあの玉ねぎがだいぶできてきます、うん、そうですね、そしたらまた、ちょっと赤ちゃんみたいなのやりましょうかな、うん、玉ねぎなんでね、ちょっとあんまり調子に乗って濃くするとあれですよね、うん、なんでまあ少しずつ少しずつ、今これでぶつけて抜けた分ね、まあもう一回下半分取りたいですよね、うん、もう一回下半分のとこを稼いでいきたいんで、うん、こっち側のちょっと白く見える方だとか、まあ稜線ですよね、ここのね、ずっと稜線拾っていってあげて、まあもう一往復ぐらいねしたいですね、うん、もう毎回色を変えていってね、少し目の赤系、赤茶っぽい、赤紫茶色とかね、青緑とか、うん、でだんだんちょっとずつちょっとずつね濃くしていく感じですね、うん、で抜けちゃった分と、うん、まあ、この輪郭線消しですね、これね、まあ、ここら辺ここまでね暗いんですよね、僕もね、うん、ここまで暗いです、うん、まあ、床とね、これどっちが暗いかね、よくやっていってます、ここもこっちで反転してきますんで、まあ、ここも止めちゃいましょうね、うん、ここもシルエットを出して、ここからは玉ねぎ側の方が暗いですよって感じです、うん、ただ色が偏らないように、あの今緑でやったらすぐ、あ、これ濃いな、うん、緑でちょっとね、緑が、あ、色つ、あの緑の色がついたなと思ったら、あのまた別の色ですね、うん、でこうどっちつかずぐらいの色にしてあげておくといい感じですね、うん、うん、こんな感じですね、まあ、ゆっくりね、これね何回かかってもいいんで、あんまり心配だったら薄いのでね、もう少しもう少しってね、少しずつやっていけばいいですね、こうやってね、うん、でもね、受験じゃない人はね、人はっていうか、まあ、受験じゃない人が見てると思うんですけど、あの受験の、あの受験じゃない人に関しては全く急ぐ必要ないんでね、うん、急いでいいことはなかったでしょ今までね、うん、急いで、まあ、失敗してる時って必ず急いでやった時だと思うんでね、あの時間制限はもうね、あの、まあ、あの早く帰った方がうまくなるんですけど、あの失敗するぐらいね行っちゃってもねもったいないんでね、うん、うまく書けるようになったら少し急いでいけばいいんですけど、あんまりね慌てて、書かないで、まあ、まずはじっくりじっくりね、うん、特にあの鉛筆さんは多少いいんですけど、水彩の時は急ぐとね、まあ、の致命的におかしくなっていっちゃったりするんで、の急がずにやっていってます、はい、これで大体ねいい感じですよね。あと後ろちょっと一回閉じますね、うん、後ろね、後ろなんかもこう突っ切っちゃっていいんでね、うん、後ろを突っ切って、まあ、ここはハイライト出てこないのでね、うん、
ここはハイライト出ませんよって、裏の回り込みですね、ここもね。まあ、これを1回作ります。で、ハイライトこの辺にチラチラと出てくるんですけど、まあ、これにハイライトが出てくる感じですね。ここのてっぺんも明るいですね。あとは、ここも三角が明るいんですけど、わかるかな、うん、この三角が明るいんですけど、これだけ残して逆にこれ以外は暗いですよっていう感じですね。ちょっとねちっちゃかったりするんでね、気をつけて。順番付けですよね。でここもちょっと起きてるんで、ここの先端のところも結構光ってます、うん、なんで、まあ、先端のとこだけ光ってて、ここら辺もチラチラとね光ってるんですけど、ここら辺からは絶対光らないですよってこと、下の方はね、うん、なんでちょっとこれをねずっと1回目が重要なんで、順番をつけれたらもうできたようなもんなんですよ。なんでここら辺に光って見えちゃうやつですよね、これとかこれとか、うん、あこれちょっと立ってて絶対光らないはずなのにこれとかね、うん、あの光って見えちゃうなってやつですね、これね、うん、でこれをね塞ぐとすごく、うん、そんなに濃くしなくても下を向いてくれるんですよ、うん、要するに形が成立するってことなのね、バランスがあってね、うん、でそれが大事なんで、あの濃いからといってあの濃いのグイグイやっちゃったり、例えば色が濃いところありますよね、こういう黒ずみが後で入ってきますけど、黒ずみがあるからといってこれをギュッて濃いの入れちゃうと、この隣がすっ飛んじゃって光っちゃうんですよね、このあの関係ないところがね、うん、ここも立ってるところはしっかり立ってますよって風にしないと光っちゃうわけですよ。するとね、これがバランス、今これでバランス大体、ちょっと膨らんでますけど、大体取れてきたと思うんで、これで1回転ね、まあこんな感じですよね、まあ、白い玉ねぎができたような感じです。ただまだ7色でなんか気持ち悪いような感じで、あの所在、あの色の所在がない感じですよね。何色なんだかよくわかんないっていう状態です、うん、まあこれでいいんでね、うん、これで一周したぞと思ってください。うん、はい、そしたらもうこれの繰り返しなんでね、あとはまたこの根元に、ちょっとまた濃いのを入れてって感じですね。またもう一段濃いのを入れて、もう一段濃いのを入れて、また色もどんどん、今オレンジでやりましたけどね、結構派手なオレンジで入れたり、青で入れたり、紫で入れたりね、うん、まあ何でもいいんで、ここにチラチラとね、あの水平水平で、うん、色をね積んでいく感じです、うん、まあこれもうどんどん締まってきますよね、キュッとこうグッと濃いやつが入ってきます、うん、まあ、輪郭線、鉛筆の輪郭線もなくなってくる感じですよね。うん、まあ、これから仕上げていく感じですね。うん、まあ、こう仕上げるぞっていう感じでね。あ、ここはしっかり濃そうだなってところを、まあ、こんな感じでね、入れていくんですね。ちょっとね。うん、まあ、一番暗そうなところですよね。こことか、こことかね。うん、これはちょっとシワになって濃いところがあるんで、ここも、まあ、大事なのはここで使った影のすごく暗い影の色ですって説明した同じ色でここの暗い影を変えていくってことね、うん、これが影の色なんですよっていう風に同じタイミングで同じ色をこっちの暗いところに回していくってことです。そうするとあこれがすごく暗いってことねっていう風に見てくれるんでね、第三者はね、うん、すごく暗いところの色はこの色のことですよって感じね。もうそれも何色もね、うん、まあ、この色とこの色とこの色が暗いっていうことですよっていうふうに、まあ、なんか一緒にやってあげればいいってことですね、あの共通でね、うん、ここをちょっとやったら ね、あっちもこっちもみんなちょっとずつやるってことです、うん、しかもそれが隣に並ぶんじゃなくて少し重なり合ってどうやってやったかわからないような感じにしておくってことね、うん、まあこんな感じですね。今ちょっと青っぽいの青紫みたいなの入れてます、うん、でまあ横に横に刻んでね、うん、そうするとまあどんどんこの反射光がもうデラデラにね光ってきますよね、うん、でまあもちろん反射光光ってきたら、あじゃあこれじゃちょっと光りすぎだからちょっともうちょっとね、うん、薄いのでね、これは、まあ、光っちゃうと同じになっちゃうんでね、これのハイライトよりこっちの方が暗いよってやつですね、うん、まあ、これはまあトマトだとかね、デッサンでやりましたよね、うん、だからまあこれはデッサンを鉛筆デッサンね、初心者デッサン講座でやってくれてる人はもう通過でね、あなるほど同じことだなっていうふうに分かるわけです、うん、なんでね、まあこの話が毎回言ってますけど、分からない人は鉛筆デッサンからやった方がね上達が早いんだ、結局ね急がばもあれですから、ね、鉛筆デッサンから、やっていってあげるといいですよね。まあこんなぐらいですかね、うん、こんなぐらいでまあ十分ね、全然影の色をね、うん、使わないように
影の色を使ってですね、ごめんなさい、固有色を使わないように影の色を使ってどんどんね、今これ黄緑入れますね、うん、結構なね色でいいですよ。とね、ちょっと鮮やかな感じでね、あの元気な感じになってきます、うん、重なってくるんでちょっと分かんない感じですけどね、うん、見えるかな、うん、あ、見えますね、これこんな感じですね、黄緑が入ったりここにオレンジが入ったり、あ、なんかよく見るとすげえ色が入ってるなみたいな感じでね、で離してみるとこんな感じで、あの影の色みたいに、まあ、グレーっぽく見えるってことです、重なってくるんでね、うん、近くで見るとこんな感じです、うん、あ、ちょっとピントが合わないですかね、あ、そうね、近くで見るとこんな感じ、うん、まあ色が効いてて、まあ、離れて離れて離れてこれぐらい離れてくるとまあよく分かんない感じですね、うん、はい、で今ちょっと黄色っぽいの入れたんでここにも入れますね、うん、ここも必ずワンセットですから、ワンセットにして、この一番暗そうなね、これちょっとシワになってて溝になってるところに、入れていってあげて、まあ、ここも暗いんですよっていうふうにね、うん、ここも結構シワになって強いシワが入ってて結構あの影って、ね、濃くなりますよってことですね。ここもそうですね、ちっちゃいですけどね、ちょこっとしかないけど、これの裏側もあの、ね、影の色として、あとここの溝もそうですね、うん、この溝も影の色なんですよって感じです。うん、とまあ締まってきますよね。ただもうどんどんバランス変わるんで、これ締めてくるとこうすぐ抜けてきます。今抜けましたよね。ちょっとこれが分かるかな、これでね、今ね皆さんもこう見ながら、自分だったらこっち、あ、次はこっち描くかなとかね、うん、なんていうかな、あの合わせてね見てみるといいですよね。あ、こっちが足んなそうだ、あ、さっきよりこっち、今だったらこっち描きたいなとかね、うん、こっちもうちょっと描くかなって感じですね、うん、今ちょっとここが眩しいのが抜けてきたんで、もうちょっとこっち描くかなって感じですね。もういよいよ固有色じゃないとダメになってきましたねっていう風に、もう固有色使わないのがもういい加減もおかしいだろうみたいなところまで、この辺までいけばいいですかね、うん、これこっちももう一回やっていきましょうか、うんうん、固有色を使わないで我慢していくことと、我慢してね、固有色使わなくてももう玉ねぎ完全になってることと、あとは床を、先に先にもう仕上げちゃうような感じで、もう9割方ね、もう、床の方がもう完全に、いい感じになってるねっていう状態ですね、うん、で床は同じ色に色と使わないようにして、毎回毎回ちょっとでいいんでね、うん、ちょっとで構わないですから、ちょっとずつあの色をねスライドさせて、次の色次の色っていう風にしてね、うん、混ぜたりしてね、うん、で、このねあの影ですよね、うん、ここにこう爪が出てるんで、ここに爪の形がこう影でね出てきますね、うん、こんな感じであの影の完成度を、出してきますね、うん、そうですね。あとこの輪郭わかるかな、うん、これで輪郭線大体消えましたよね。でここ輪郭線残ってますよね、うん、なんでこうやって輪郭線残ってるところを、あ、これこう反転するんでね、ここで反転するんで、まあ、もうちょっとこう決めちゃっていいかなってところですね、うん、まあ、これも微妙なんでね、まあ、慌てないでゆっくりでいいですよ、うん、あの薄いのでね少しずつやっていって、もうちょっといける、もうちょっといけるみたいな感じでね、うん、でこれで輪郭線が、ここの輪郭線なくなりました、うん、とだいぶしっかりしてきますよね、うん、うん、そんな感じですね。裏の輪郭線もなくしてきますね、うん、後ろの輪郭線もこっちもなくしていく感じです、うん、ここは通しちゃってもいいですね、こんな感じでね、うん、でシルエットを出してきます、はい、こんな感じですね。まあ全部じゃなくていいんですけどね、まあだいたい輪郭線が落ち着いてくれば、いいところですよね、はい、ちょっと前半戦は徹底的に、この輪郭をなくすとこまでねやっちゃいましょうか、うん、あ、ここにちょっと残ってんなってやつね、うん、これをね、まあうまいことね、まあ、色がバラあのなんか飛び出さないようにね、ちょっとあんまり突飛な色になっちゃったりしないように、してあげて、まあいろんな色でね、うん、ここ輪郭線ですよね、うん、ここを輪郭線をちょっと止めますね、うん、じゃあちょっと色を変えながらね、細かいですけどね、しょっちゅう色を変えて濃さも変え
で、もうちょっといける、もうちょっといけるって感じですね。うん、この上の面はね、少し濃い色なんでね、この辺の輪郭線はちょっと残しておいても構わないですが、逆にそれ以外の着地の輪郭線だとか、ですよね、それはちょっとなくしていきたいですよね。うん、はい、まあこんなぐらいでいいですかね。はい、ではね、前半30分なんで、こんなぐらいでどうでしょう。うん、とだいぶね、つるっとしてきましたよね。これはね、ちょっと怖いんでね、あんまり玉ねぎ明るいんでね、ちょっとつけすぎないようにしておいてください。で、輪郭線をなくしてあげるようにして、ずっとね、だからまあ鉛筆さんが良ければこんな感じで、そのまま輪郭線をゆっくりゆっくりね消していけばいいところです。あと色は適当にもうね、いろんな色を適当に使っていって、とりあえず100色ぐらい入れとけみたいな感じでね、やってあげると、後でね、これがリアルに効いてきますんで、影の色を十分ね、たくさん遊んでね、使っていって、どっちにも偏らないように使ってみてください。はい、じゃあ前半戦終わります。